レッツゴー。いやー、村人かよ。そろそろ人狼来てほしいな。今回の、メンバーはですね、XA クラン、そしてバーボンクランからハテナ、マインクラフトのね、お手伝いさんたち、イカサンタ、タコヤキング、そして、ダルハタ、この方たちと今回もやっていくんですけども、ヌメモンが今怪しい動きというか、なんでしょうね。何ですか今の動きは。怖いですね、非常に。さあ、誰かが解除してほしい。さあ、誰かが解除して OK。ガサンタだ。隣にいるのが。いやーもうさ、なんかね、あのね、誰かが怪しいみたいな、その自分の中で固定概念作っちゃダメだわ。いや、マジで面白いね、アモンガスって。裏切られたわ。さっきね、ヌメモンと TS が勝ったんだけど、マジで裏切られた。いや、そういうゲームだよな、アモンガスは。お、これはナイス。キルクールかな？ナイス。ヒルクールナイスです。はいはい、誰も死んでないですね。どうした？もうこいつはね、あのキルクールもあるけど、あのいつ疑われていつ死んでもいいように、あの村人のために押してる感じある、マジで。これらが押すと、あの最後のまで生き残って押せないってなるじゃないですか。あ、多分じきに死ぬんで、めちゃめちゃ村があるね、この行動は。確かに確かに。ガチ白い。白いけど死にます。ありがとうございました。これ、タコ屋に1票入ってます。なんで誰だよ、タコ屋に入れたの。タコヤ狙われてんな、誰かから。いやー、締めてくるね。締めてくるのは怖いね。締めるのを使う人は、なかなかね、うまい人なんですよね。ここ重なったら怖いですよ。ここ重なると怖いんで、しっかりと。え？俺今今回だけはもう、はい、はい、え？ねえ。嘘。オッケー。ハテナ。ハテナ、ハテナ。アドミン、シールド一人いんな。死んでね？あの、シールド。いや、でも、ここでシールド行ったら絶対怪しいから。オッケー。ここで、今んとこでシールドの方向かってたら、ハテナちゃん絶対ね、俺のことを疑ってたと思うよ。で、まだシールドで死んでたら。え、大丈夫か？あ、いないいないいない。あ、なら死体ではないか。高木かなんかいたの。なんであいつさ、ん？閉じ込められた。ナビゲーション行くか。ナビゲーションのタスク終わらせよう。どんどんタスクやっていこう。いや、でもアモング楽しいな。これは誰かがやってくれるだろう。ちょっと遠すぎるわ、さすがに。え？フカサンタ倒してこない？ヌメモンも？ヌメモンフカサンタが追いかけっこしてる。嘘でしょ、誰も、え、ちょ、待って待って待って、え、嘘でしょ、え、終わるって、やばいやばい、嘘だ、嘘、なんで、え、もしかしてアモンガス初めてやる方、嘘、全員やられたの、違う、全員やられたの、O2 のあれ解除できなかったんだよ、いや、今のは、金の色、黄色い人誰、俺ですね、カサンタ C がトロールっすね、これ、いや、おかしい、それは、O2 直したんすよ、今だって、カサンタ C、アドミンの中に死体あったんですよね、目の前に、負けってことか、目の前にあって、それを無視してきちゃったから、俺も無視しちゃったんだよね、あれ、今、レポートなかったって思って、O2 の方行っちゃって、でも時間なかったもん、ギリギリで、やったね、人任せにしてた、完全に、アドミン誰も言ってるのがまずトロールじゃないですか、もうこれ、いや、ペガサスがいたからもうすぐ即で直せるなって思った、アドミン、ペガサスが死んだのかな、なんか殺されたよ、リアクターの覚えるやつ3回ぐらいミスってダイパンして、もうみんなタスクで囚われとるやん、ダイパンしたのおもろいな、マジもう無理っす、いや、今のはさ、ちょっとネタ回だったな、今の。ちょっと面白い。ちょっと今のは笑える。みんなタスクで戸惑ってたっていう、そんなことある？そうそうそう。フカサンタはでもタスクやってるっぽいね。フカサンタ白目で見よう。うん。おっと？消えた？またコモンタスクか、これ。コモンタスクってやつか。ああ、なるほどね。コモンタスク使ってくるあたり、なかなか、やり手だよな。なかなかのやり手。
アップデートデータ。よし、またロングタスクをしっかりと。いやー、今回誰だろうな。人狼来ないときは来ないな、本当に。おっと、はてなちゃんが。はい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 、はい。まずちょっと聞きたいんですけど、なんか私側もが知らんからかもしれんけど、TS くんとか歩くの早くないですか？え？なんか私一番最初、開幕一番下側にいたんですけど、TS くんがなんか気づいたらドミンに行って私より先に。トゥーン、ドゥンドゥンドゥンの時からキーボード触るといけるんですよ。そうそうそう、最初。なるほど。あれ最初クリックした方がいい、あのシーって時に。ちょっと押した理由があって、もう一個。おぉ、いいですね。アドミンに今いたの何人かいましたよね。はい。で、だから誰か、そう、とコナヤくんいたと思うんですけど。アドミンの近くにいたね。コナヤくん何してました、アドミンで。アドミン入ってあのカードのやつやって、そこから出てぐらいかな。カードって共通タスクですよね。そうそう、タスクタスク。今回カードなくないですか？あと俺ワイヤーしたね、フィックスワイヤーしたね。違う違う、カードってなくないですか？今回だ、あのワイヤーかカードなんだよ。あるよ、共通タスク。ありますあります。え、ある？ある。え、ワイヤー分かれるんですか？ワイヤー。え、全員共通ってわけじゃない、ないですか？これって。共通タスクだと気がする。そういうのがあるの？一旦確認だな、それは。カードは共通だと気がするけど。それは要確認って感じ。そうだね、ワイヤー。あ、分からん。私ごめんなさい、ばっかかもしれない。一番最初にアドミン行った時にやったかもしれん、そういえば。ちなみに、俺はなかったと思うけどな。俺できたよ、わかんない。じゃあどっちから、共通タスクとか何？共通タスクだよね、全員。前やった時にそう、私インポスターやってカードやりましたって言ったら、今日カードないよって言われて釣られた時があったから。あ、そういうのあるの？で、今のこの家のタスクの時に、私あったよみたいなの言ってたのがヌメモンさんですよね。いましたよね、ヌメモンさん。なかった時、なかった時、この家さん、ヌメモンさん、ジージーかな、やった気がする。なんか最初初手、私アドミン行ったもん。無理があんねん、無理がある。え、どっちどっちどっち、だからタスクなんでハテナに入ってんだよ。いや、うるさい、死んでから悔やめ。わっと、まあ、ワイヤーだよね。これはどうだ、カード、あ、カードある、カードあるわ。カードあった、カードあったわ、普通に。はてなちゃんのミスか、これは。いや、ロングタスク怖いです。ロングタスク怖いな、これは。オッケー。さてと、一回ちょっとアドミン見てから、アドミン誰か一人入ってる。21678と。はい、もう今回は絶対ミスしてん。今回はね、アドミン。はいはいはい。うん、シールドに一人いんね。お、死んでないよね。よかった。はい、ありました。申し訳ないです。はい。はいはいはい。ありましたよね。ありましたね。じゃあ、教授さん、マジ、あの、絶対許さんす。あの人の動画見たときに、言ってたんですよ。そうやって、なんか、一個しかない。ワイヤーもあるし。どっちもある、回もある、あるみたいな感じですか？なるほど。ごめんなさい。おそらくそうですね。なるほど。じゃあもう、スキップしよう。スキップ多分3だからじゃない？深く。お詫びいたします。深くお詫び申し上げます。そういう時もある。勉強不足でした。申し訳ございません。なるほど、そういう助けがあるってことも知れてよかったです。勉強になりました。加茂さんがなんかそうやって上から目線で言うの違うと思いますけどね。全然上から下で出てんだ、こっち。スキップ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 後ろよ、早くお前。よっしゃ。いやー、共通タスクとかやってる時ミュートじゃないのに、喋る時ミュートにすんだよ。え、ああ。なんだよ。なんなんだよ、それは。いや、何今のやりとり。うん。いや、このロングタスク中、殺される確率 500%。いや、TS は白目で見ていいんですかね。え、なんでダメなの、なんでなんでだよ。パン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 、よし、終わった。え、タコヤ何してんの、あいつどこどこでしょうか。エレクトリカルの奥で死んでましたん、ね、で、エレクトリカル、あれ今すれ違ったの TS くんですよね。うん、俺ね、俺思うのは、俺まずアッパーから降りていってロアエンジン通って行ったんだけど、
ロアエンジンで、右からダルハタ来て、でダルハタ追い越して、あのストレージからスカさんとあのすれ違った後に、そのままあのアドミンが抜けたんだけど、ダルハタか、まあ、でも奥で殺してたら、正直正面から出てくるメリットってあんまりない。いやでもセキュリティに人がいたりとかすれば、そのメッドベイから行ってもセキュリティから行ってもバレるんで、それなら分かるんですけど、多分セキュリティ誰もいなかったよね。いなかったね。カメラ光ってなかった、うん。っていうのから考えると、ベント通ってそうな感じするから、ダルハッタでもないのかなーって感じかな。で、フカサンタは絶対ないから、うん、ってなると、今、最終位置を教えてもらって、その反抗できる人をこう、見つけたいなと。はいはい、そんなに多分ね、時間経ってないから、キルクールタイム、うん、終わってすぐだと思うから、割と、キンキンだと思うんだよね。みんなどこにいました？俺ナビゲーション。俺カフェテリアのみ。すれ違って。途中。上から下がってきて、うん、コネヤがストレージ側から来た。で、ストレージ側から来た？シールドですれ違ってる。なるほどなるほど。ヌメモンが右側、右のナビゲーション側から降りてきたってこと？そう。で、コネヤはストレージ側から来たってこと？うん。ああ、まあでも。なるほど。ダルハタと合ってないよね、コネヤ。合ってない合ってない、まあ、ならないか、うん、マッドベイの上の通路で最後なりました。で、リアクター…マッドベイまで行ってたの？ダルハタマッドベイの上の通路っすね。これはコミュニティに…コミュニティじゃない、コミュニケーションいました。コミュニケーションね、はいはい、中にいた？うん、中に…あ、沼か、てないな。あ、一応範囲外なのかも。なんかそういうタスクやってたから。どういう意味？入り口のタスクじゃない？あそこ入り口しかタスクないでしょ。え、言うと入り口か、入り口か、あのあれ人狼側が押せるあれしかないよ。タスクしかない。タスクっていうか、あのミッションしかない。だからそのタスクですよ。え、ヌメモンから見えないのおかしくね。それは知らない。それは見間違いとしか言わない。ちなみに俺はリアクターでタコヤといた。いましたね。今一歩入れたの誰？ペガスに。誰だ？絶対高木。絶対高木だぞ。ペガサス一票入れられてるってことは、いや高木がふざけて入れた可能性もあるけど、人狼？いやそんな、いやそんなやばい、そんなやばいやつ。うまっ、うまいぞ今回は。今回うまいぞ。はいはいはい。高木が何、こいつの動き怖っ。何その動きは。毎回俺し、毎回タスク、頑張ってんな。まあ、タスクをやり終わって、やって、そして、負けて、私、え、ただの奴隷じゃないか。コネヤ死んでんね、コネヤ死んでんね。ごめん、押した理由を言います。はい。まあ、コミュニケーションした通りに行ったんですよ。おう、さあなんか、うん、上の方通っても下の方通っても枠、丸い枠がコミュニケーションの入り口は見える感じでした。だからなんで見えなかったのかなって思って、なるほどね。死に行ったらコネが死んでたって感じ。まず、あと別の人の位置を教えてほしい。他の言ってない、玉尾さんとか、玉尾さんと高木とあとタコヤ、はい、タコヤちゃんが死んだ時、あ、そう、その時はタコヤと俺はリアクターに、リアクターいましたね。一緒にいました。一緒にいました。一緒にいた。俺はあのカフェテリアの右上のなんか次の方行く方だ。待って、マップ見るわ。ウェポンズの方ってこと？あ、そう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 。てかもう上、うん、そう、ウェポンズだね。会った人いる？どっちかといえば。いや、高木と会ってないね、俺は。会ってないね。全く左側にいたからだ。どっち方面から来たの、高木？まずちょっと一個言いたいのが、ナビゲーションでダルハタが来て、でタスク、あのね、時間かかるタスクをね、前に行ってね、1秒で移動したんだよ、マジで。あ、そうですね、あのバスの方押し間違えたんで、もう先にじゃあ1000のやつやろうと思って。え、俺それがマジでめちゃめちゃ怪しく見られる。いや、正直怪しく見られるのはしょうがないなと思って。え、だからだったらワンチャンダルハタのそのダララが殺して正面から出てきたパターンもあるのかなと思うのと、あー、さっきね、うん、そう、あと、え、俺さ、え、ちょ、いいっすか、え、タモさん、あったくないっすか、カフェテリア俺が向かうとき。どこで会った？あの、アッパーエンジンの前らへんで。あったっけ？前っていうか右、会いませんでした？一番最初？あれ？一番最初？パチナさん倒したとき。え、わかんない。いましたよ。いました。アッパーエンジンまでついてきてた。ついてきました。うん。一番最初だよ。めっちゃ一番最初だよ、それって。はい。出だしのとこ。うん、それ覚えてない。でもタコヤがいたって言うならいたんだと思う。俺タコヤと一緒に。え、じゃない、そのアッパーエンジンになった後は、ウェポン側に行ったってこと？
え、そうそう。あ、まあでもだから可能性があるのは多分タッコヤとタマオさん2人で動いてるからほぼなくて、うん、俺もそのダルハタフカサンタから見られてるからほぼないんですよね。ほうほうほう。可能性としてあるのはダルハタが殺したフカサンタのセルフか、それかメッドベイからベント入ってエレクトリカルで殺してる可能性、高木の可能性ですよね。そう。え、俺の可能性スキップ、さっきのなんかスキップさ、俺一歩入れたんだけど、もう一歩入れた人誰？俺入れてない。誰入れた？俺スキップ入れた、スキップ入れた。え、ハテナに、ハテナが誰か入れた。なんで3人言ってんの？あ、はい、はい、ダウト。え、俺入れた、入れた。ん？どういうこと？スキップ？ん？どういうことや？あ、ちょっと待って待って、タスクよりこっちか。いやいや、わけわかんなくなってきた。でも、やっぱりさ、その、なんか、誰かと関わってないと、あれになるね。あの、推理できなくなっちゃうね。あ、これマイク入ってるよ。TS かなぁ。いや、TS?DS かな、いや、ダルハタかな、いや、わかんねえなー。でも、この二人怪しいよね、ダルハタと DS は。いやー、ちょっと待って、セキュリティだ、あ、わーっていうことは。あの、ペガサスが TS 殺したの見ました。ローラーで、ローラーでいいよ、ローラーで。うん、ローラーでやろう。いや、うん、えいや、ローラーしてくれ。いや、ローラーでいい、ローラーでいい。ペガサスだと思うんだ。ペガサスやってた。あー、もうめちゃくちゃにそれはもう LINE ができてるね、ネメモンと。え、待って待って、え、じゃあペガサス、ペガサス、あの、ちょっと待って、あのね、聞いてほしいのが、俺はコミュニケーションにいたのに、ヌメモンはさっき見えてないって言ってんのに、言ってんのと、言ってんので俺はヌメモンが怪しいと思ってんのと、で、これ高木が殺して、で、俺はローラーでいいよって言ってんのに、それをかばってるヌメモンがいることによって、ライブができてると思うんだよね、俺は。え、なん、いや、ペガサスで、だって俺も、まあ、じゃあいいよ、ローラーでやろう、ローラーで。まあ、ちなみに、俺は、ね、高木からにしてほしいな。これは、それでいいと思う、それは。え、なんで、なんで、なんで、まず、ペガサスからだって可能性があるから。なんで、まず、私とペガサスが対立してるのは、周知の事実なんですけど、私、セキュリティ見てて、最初、TS がセキュリティの中に入ってきたんですよ。で、その後、ペガサスが上から来て、TS が下のロアの方に行った時に、ペガサスも一緒にロアの方についてたんですよ。で、これはワンチャン TS これ死ぬなって、私前からコミュニケーションのこととかもあったんで、ペガサス怪しいなと思ってて、TS 死んで、で、高木は普通にメッドベイからアッパーの方まで行って、下下がってって、下下がってった瞬間にレポートをしてるんで、多分高木の線は薄くて。多分カメラ、意味が分からん。カメラ、だってカメラ見てた。カメラ見てた。そう、カメラだって。だからもう、あれなんだよ、ヌメモンと高木が一緒にやってるだけなんで、頑張って。頑張ってヌメモンと高木がやってないっていう確証はないけど、前回どっちか黒いかなって見たら、ペガスの黒っぽい。違うだろ。高木の黒だ。いやいやいや、それはさすがになすりつけすぎますね。暴論すぎる。やばい。いや、じゃあ、これ。え、じゃあ、それだと俺、ローラーしていくから。6人になって、ペガスから。え、マジで。6人になって、2浪になったら、これ、違う。静かに聞けよ。ここで、マジでペガスから。ここで変わってるの、おかしいんだって。高木からな。高木からな。え、マジでペガスから。ダメね。喋るの、一回黙り。喋ってんだろ。いやいや。意味がわからない。喋ってんだろ、しようがないし。あ、違う、ヌメモンが喋ってんだろ。いや、知らない。村の人に。そんな、でも、人狼妨害したい方だよ、もそれも。まず、フワしたいでしょ。うん。できたらしたいよな。ペガサス。早く声出してもらっていいですか。いや、マジでペガサス。何人目の。マジでやばい、マジでやばい。ダルハタ入れるだ。あ。ちょっと、ロイラ。高木、あの、ボタン押せるんだったら押して。ボタン俺。よし。誰か押せる人は押してます。多分これ、ペガサスとフカサンタだな。そうなるとペガサスとフカサンタの気がする。いやー、どうしたもんか。これ釣って終わらせた方がいいんじゃねえか。違うかな、そっちの方が。ここちょっと俺タスクやってるか。あー、終わった。ありがとう。でとりあえず高木でいいんですよね、これは。だってローラーの意味なくなっちゃいますよね、これ繋がったら。まあそうですね、ローラーはするとして、まあ高木つっても負けではないよな。うん、全然大丈夫。負けじゃないね。確実に一郎を連れて、4-1になれるので、村が4、人狼1になれるので結構有利だと思う。
思います。今の状況だとヌメ、俺的にはよ、あのヌメモンとフカサンタが怪しいって感じになっちゃうね。そこっすか。え、だってペガサスのこと、まあ言ったらかばってたってことやん。うん、僕は高木とヌメモンさんを疑ってる。え、これさ、え、ちょっと待って、お、今さペガサス絶対黒だったから、これ俺釣る意味なくない？次。え、でもローラーでしょ。絶対黒とは言えない、ローラーだから。え、絶対黒じゃないの？俺を見たからさ。今後の話なんですけど、今後の話なんですけど、多分どっちも白、私もサン、パサンタさんも白っていう可能性は全然あって。え？あると思います。え、他にあの潜んでる人がいるっていうのもあると思います。それが一番怖いな。なんで深さんはペガサスが白いって思ったのか。いや、あの可愛かったがちょっと不自然すぎて、ね。え、これさ、だって根拠がないから。え、それで、いや、わかるんですけど。え、じゃあ聞いて聞いて、証拠が出てんだよ、ビデオで。カメラ見てるからさ。それはいいんですけど、それはいいんですけど、どっちも疑わしいんですけど、明らかにそのペガちゃんだけをする、そのペガちゃんはあのローラーでいいよって言ってたじゃないですか。諦めた感じで言ってたじゃないですか。え、でもそ、だってその次にそういう言い方するかなっていう。え、違う、だってその後にペガサスが高木でいいよ、高木で、高木から高木からって言ったじゃん。それでね、うん、なったんだからさ、高木からそこのウカサンタのかばい方はおかしくない？いやでもこれはまず高木でいいんじゃない？継続でいい。いやだってさっきのあのセキュリティで、うん、え、これさ、さんが死んだ時だって高木かかってますよね。まあだからアッパーの方から下に行ったっていう話でしょ。え、だって人的にここで自分死んなくてよくないっていうのはおかしくないですか、ローラーするのに。え、タモさんとタコヤとだって俺合ってるし、最初の方めっちゃ最初の方ね、うん、めっちゃ最初でも容疑者リストには一応入ってる、うん、あ、じゃあもうそれこそ僕とヌメモンさんその後にローラーしちゃえばいいんじゃないですか、うん、確かに。それで俺やってヌメモンとフカサンタで終わり、とりあえず高木を釣れました。じゃあとりあえず別に一陣路を釣れるんで、あのタスク継続でいいと思います。えぇ、怖いよ。もうタスクいてていいですか？タスクタスク全部終わってるんで、もううろついてていいですか？セキュリティーか。あ、はいはい。ちょっと待って、怖い。これさ、もうタスク無理じゃん。やべ、全然やってない。タコヤだったら、マジで、もう、ブチギレ、俺、もう。活火山噴火なんだけど。あ、ヌメモンが解除した。俺何秒？ 17 秒か。いや、大丈夫か、これ。解除しなくね？遅くね？遅い遅い、何してんの？ん？遅すぎね？大丈夫これ。大丈夫かな？誰？誰だ、誰見ちゃいましたねー、なるほどさん、もうマジでやってました。なんで O2 のパスワードわかんないんすか。9秒まで待ちましたよ俺で、全然なかったからやったじゃないですけど。あれは俺がマジでパスワード全然できなくて、はいはい、あ、もう無理だと思ってタコヤに譲ったんです。確か、はいはいはい、はい、のか。いやでもヌメモンさんもついてたら、もう目の前にパクッとね、はいはいはい、行っちゃってましたじゃないですか、ダラハさん。いや、被ってましたよ。いや、被ってないですよ、全然被ってないですよ、だって俺。いやいや、被ってた、被ってた。いや、ほんと、作戦ギリギリなんで。確証ないじゃん、でもそんなこと言ったってさ。まあそうですね、でも俺見たんで。トマさんは今どっち？俺今ナビゲーションの方行って、で、ダルハタとタコヤが O2 で行って、めっちゃ解除遅かったんよね。そうなんですよ。はいはいはい。いや、それはさっき言った通りです。あー。え、さっき言った通りってどういうこと？だからそのパスワードが全然できなくて、あ、もう無理だと思って、隣にタコヤがいたんで、あ、もうやってくれるかなと思って。え、いやいやいや、それはやばいでしょ。それは違う。あ、それは確かにやばいしね。やばい。それそれだって、それで、はい、残り9秒まで俺待ったんですよ。それで俺ができなかった場合、はいはい、本当にそれもうアウトで、ダラさんアウトだから、もう俺に任せるぐらいならタコヤにやってもらおうかなと思って。え、でヌメモンどこで死んでたの？ヌメモンさんはさんだから、あの、コミュニケーションの目の前です。コミュニケーションの前です。入り口の目の前。一応コミュニケーションの目の前なんですけど、タコヤが目の前でパクッと食ってて。いやいやいや、俺後ろでしたよ。いやー。パクッて言っちゃってましたね、ダラさん。え、じゃあこれフカサンタじゃないの？いや、それは間違い。サンタさんはいないんで。そうですね。全くないです。ありえないです。ダラハタさんです。いや、俺もタコヤっす。いや、ダラハタさん。わかんない。いや、ちょっとマジでください。いや、本当に。いや、スピードファイヤー強いんすよ。スピードファイヤー強いんすよ。え、でも、ダラハタが言ってることは、ダラハタ言ってることちょっとおかしいよな。いや、僕もそう思うんすけど。いやいやいや、って負けちゃうよ。どっちか釣られちゃったら村人。いや、そうなんですよ。本当に誰かさん釣ってください。いや、そうなんです。いや、マジでお願いします。え、みんなタスクは終わってるんですか？タスク全然終わってねえんだよ、俺今回。じゃあもうあえてここで釣らずに。え？いやいや、誰か先行きましょう。マジで、いやマジで誰か先行きましょう。本当に目の前に見たんですよ、俺。だって一陣道ですね、多分これ。一陣道間違いなく。だから別にここで釣らずに全員行動してタスク勝ちでよくないですか、市民からしたら。それ、いや、リスク、いや、ダメですかね。
だって全員で固まって玉尾さんのタスク終わらせれば。あ、そうする？それでいい？うん、そうしてくれるなら。元気だけちょっと気をつければ。いやでも俺大丈夫だと思うんですけど。え、みんなちょっと死んでる人たちもじゃあ。えでもここでタコやってたら終わりなんですよ。いやまあ人狼からしたらそうですよ。そうでもそれでもまあ動けば言うて誰かさんでキルできないじゃないですか。いや俺言うて殺したら。いやちょっと。深さんか俺がいる。いやあ。忘れてください。誰だ私だ。あれ。やば。しか。どうだ。俺はもうかけたぞ。え次マジタコやってってくださいよ。うわあマジか。これは。あった。よっしゃーよっしゃーありがとうございますじゃねーよ魔王さんマジでありがとうございますなんでヌメモン殺すんだよ魔王さんマジでありがとうございますヌメモンさんは面白すぎるのうまいんでもう殺さなきゃもうなーって思って違う違うハマってたらお互いの策略には完全にもうヌメモンさんと深さんがすごい熱弁すぎてこれこんな可能性じゃないと思ったんですよ深さんと私がどっちも白の可能性もあるからってえ本当にそうだねマジで俺固定概念マジで壊さんとダメだわちなみにめちゃめちゃ面白かったよ俺アッパーエンジンでペガス真横にいんのにさ互いにぶち殺されるのマジで面白かった嘘だろ俺間違えて押しちゃったんだよねいやータオーさんがナイスだったな誰だってヌメモン殺ったらめっちゃ面白かったんだけどいやもうマジでもうなんか 1V5 でそんな緊張で変なやつ入ってきてんぞいや早く入ってきて2人ごめんタモさんじゃんちょっと俺だったヌメモンタモさんに怒ったぞ今いや入ってきちゃうからいや今のよかったいやいやいや、前やつよかったなありがとうございますうぜ信じたわ